炎に包まれたロンドンロンドン橋、ロンドン島東,東区に見えるのが、セントポール大聖堂対岸のサザーク方面から、ロバート・チャップマンチョのブック・オブ・デイズより、ロンドン大火とは1666年にロンドンで起こった大火のこと。これによって、中世都市ロンドンは消失し、木造建築の禁止などからなる建築規制や、セントポール大聖堂をはじめとする、教会道の復興が行われた。 9月2日の午前に1時過ぎに、プディング通りにあるパン屋のかまどから出火して4日間に渡って燃え続け、ロンドン市内の家屋のおよそ85%が消失した。意外にも死者は少なく、記録されているのは5名だったが、市民は燃え広がる日を前になすすべもなかった。このように燃え広がった原因は、大会前のロンドン市内では、家屋のほとんどが木造であり、 街路も狭かったためである。建築家、クリストファー・レンや、ジョン・イーブリンは、大化後直ちに壮大な都市計画を構想したが、大事主などの反対にあい実現しなかった。しかし、レンの尽力によって1667年には、再建法が制定される。家屋はすべてレンが作り、または、石像とされ、木造建築は禁止、また、道路の福音についても規定された。 ロンドンの復興にはノルウェーの木材が輸入され使用された。地下鉄、モニュメント駅近くにはロンドン大火記念塔がある。高さ62メートルでこの高さは塔から大火が始まった地点までの距離と同じである。復興を記念してレントフックの設計により1677年に建てられた。当時ロンドンでペストが流行していたが、この大火によって多くの菌が死滅し、 感染者低減の一因になったとする説もある。さらに、イギリスの医師、経済学者であるニコラス・バーボンによって、世界初の火災保険もロンドンで生まれることになった。ありがとうございます。